今日はですね、目をね、目の、ちょっと疲れを緩和する、緩和がね、期待できるような、ヨガというか、ちょっとね、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、ちょっとですね、目をですね、右の方に、顔を動かさずに目を右の方にちょっと、でゆっくり戻して、今度は左の方にぐーっと、はい、元に戻して、今度は上の方にぐーっと、はい、元に戻して、下の方にぐーっと、でこれをちょっとね繰り返してきて、右左上下と、ね、やっていきます、はい、で、少しね目がちょっとね普段なかなかねこうなかなかちょっと目をね左右上下左右動かすことあんまりないと思うんですけど、これを少しねやってみてください。で終わりました。今度は横八の字をねこう書いてみましょう。横八の字を書いてみる。なるべく顔は動かさないで横八の字を書いてみる。で今度は逆八の字も書いてみる。終わりましたですね、今度はですね耳のここちょっと覚えておいてほしいんですけど、耳の後ろに、ね、大きな骨があるんですけど、でこの骨のちょっと真下を親指また人差し指でも、どの指でもいいです。それでグッと押してみてください。グーッと、そうすると少しこうちょっと唾液が出そうなところかなっていうところでツボがあります。グッと、それを少し押してあげて、あまり強く押さないでください。少し気持ちいいなっていうところで押してあげて、そのままですね、自分の方に、自分の顔の方に、前の方にね、ぐーっと指を押し上げてあげてください。ちょっとね、目がちょっと辛いなとか、ちょっと、だるいなって、目がだるいなっていう時に、このツボをぐーっと押してあげる。でこのままゆっくり離してあげるっていうのをね、ちょっとねやってみてください。パソコンとかやってて、少しねこうやって目をこう動かすっていうのまあできなくはないんですけど、会社でやってちょっと変な人に見られるんで、もしねよかったらこのツボ、目の、耳の後ろの大きな骨のちょっと真下、ぐっとちょっと唾液がちょっと分泌するようなところかなっていうちょっとところをぐっと押してあげて、前の方に、ね、ぐっと前の方にこうしてあげると、でゆっくり離して、で息はね止めないようにしてください。息は止めないでぐっと押してあげて元に戻すっていうのを、ね、やってみて。であんまりやりすぎるとちょっとね揉み返しがちょっと ひどくなって、ちょっとね肩っていうかなんかちょっと肩が変かなっていうふうになってしまいますんで、まあ、ちょっとね自分が気持ちいいなっていうところでちょっと疲れた時に押してあげるっていう感じでちょっとやってもらうといいと思います。ありがとうございました。